天気だね。めっちゃいい天気。ポカポカです。めちゃめちゃ今日あったかい。あったかいよね。遅い遅い初詣だね。初詣、初詣って言わないか。何番？37。ちーちゃんは55。意味わかる？37。なんだろう。じゃじゃん。半吉。半吉？初めて見た。え、半吉って。あ、でもいいんじゃない？そうだね。吉の上から3番目なんだ。うん。半吉って最近できた。リミも今日半吉って何？本当？しーちゃんじゃあ引いてみよう。55。暗く曇った空で視界が開けて風格も分からない。じゃんじゃん。吉。あ、上から2番目。上から2番目。いいですね。いいじゃない。吉ってさ、うん、上から2番目の時とさ、下から2番目の時、うん、分かる。でもここのおみくじでは上から2番目ってことだからいいこと。やったやったね。ママも吉でした。しーちゃんとおそろい吉。パフは何でしょう。31。末吉か。下から3番目末吉。はじめは思い通りにいかないけど、後にはうまくいくようになります。焦ってはいけない。心を静かにしましょう。神様に祈ってください。うん、なんだろう。うん。どこに書いてあるの？中吉。あ、中吉だわ。大吉じゃなかった。やる？うん、なんでしょう、しーちゃんは。開かない？もう中吉。あ、一緒だ。いい仲良し。今年は仲良しですね。案外。案外仲良し。二人とも中吉。くじ。いきます。いいよ。どうしよう。これ。お。半吉？上から2番目かな、多分。さっきと一緒だよね、きっと。え、じゃあ上から2番目ってことはいいこと、いいってことじゃない？恋愛もしたいけど、うん、仕事や学校が忙しすぎて、うん、と悩んでいませんか？そういう感じ？そういう感じ？うん。でもいい方じゃない？いい方じゃない。うん。活発な人と相性がいいらしい。あ、何？活発な人と相性がいいらしい。活発な人と相性がいいの、うん、じゃあ運動系の人がいいのかな。ね、いいじゃん、活発で元気な人。果たして中学校になったら恋ができるんでしょうか。おお、一発で。すごい、今日は。しーちゃんは？しーちゃん、ぽちゃん。私、開運願ったんだけど。開運願ったんだけどね。ぽちゃん。
怒ってんの、ダメじゃん。写真撮る、写真、うん、写真撮ったらいい。ぶどう、食べます。はい、え、どっちが大きい？同じでしょ、大きさ。そんな違わなくない？写真撮りな、じゃ、映え写真を。食べる？うまっ。あ、こぼれる。大丈夫？うまっ。ちょっと取っちゃう。うん。美味しいですか？白つかないかなって。あー、脱ぐ？おー、ペラッとする。やっと食べれますね。前回来た時さ、もう売り切れで食べれなかったんだよね。夜遅くに来て。そうそうそう、ちょっと遅かったんだよね。やっと食べれます。いただきます。はい、大きいんだよね、ここのね、たこ焼きね。うん、また200円負けていただきました。ありがとうございます。美味しい？めっちゃ美味しい。これより。どうかな？何時？もう3時。3時半、4時、4時か。お兄ちゃんは普通に食べるんですけど。はーい。あ、持って食べた方がいいかな、箱。うん、久しぶりじゃない？これ食べれるの。前回食べれなかったもんね。うん、美味しい？懐かしい味。うま。たこ、たい焼き、いいよ。写真スタート。おいしい？映え写真ですか？まだ自撮りでもする？自撮りしとく。左利きじゃなくて左に撮れないんだけど、うん、じゃあこっち行く？どこと？こっち行く。撮るよ。私もちょっとマスク外せる。キミも一緒に写る？はい、キミも写る。撮れた？撮れた。うん、カスタードです。カスタードです。いただきます。まだクリームまで食べる。生地から美味しい。生地から美味しい。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 よかった。カツ焼き好きなんだよね。ね、たい焼きも結構食べるよね。うん、
たい焼き屋があるといつもしーちゃん絶対泊まるもんね。さすがにこれでお腹いっぱいになるかもね。そうね。うん。いちごパン。うん。いちごとメロンっぽいの売り切れだ。あ、売り切れなんだもん。そっか。どうする？買ってく？三つ。そうそう、すごいじゃん、リミ。リミすごいじゃん、英語できるんだ。私読めなかった。読めなかった、6年生。U まで読めたんだけど。中学生、頑張れ。はい、ありがとうございます。かわいい、トラドシリー。かわいい。かわいい。こういう、いい匂いだね。お餅の匂いがする。かわいい。うん、普通にかわいい。かわいくない？リング？かわいい。かわいいです。かわいい。うん。一回戻しました。